お、来た。わあ、変わった石が出てきましたわ。何これ。うむ、これは相当古いものだな。古代の秘宝かもしれんぞ。お、光ってるぞ。あら、はめた石がキラキラ光ってますわ。何これ、きれい。さあ、どうなる。お、おおおおお、あー、この光が差してるところに次のヒント。あ、じゃない。あら、のっぽさん、さっきと違う方を向いてるような。何かよっぽど見たいものがあるのかしら。おー、ハリボテテレサ。ちょっと待ってよ。そうか、テレさんもそうか、ハリボテで出てくんのかーってこっ気になるな。透明スーツ、行ってきます。あれ、お前は見えてるんだね。それ大丈夫かい。ほいほい、よし、オッケー、よし、オッケー。ああ、強いな。まあ、俺が下手なんだよな。よし、オープン。おー、ハリボテテレサのフィギュア、これは最高。あー、お宝。あー、いいですね、いいですね。あのフィギュア実際に発売されないかな。ここは、あ先に見つけてしまった多分ヒントでここに埋まってることが分かったんだろうな。うん、まあそういうこともありますよね。闇の訪れとともにキノピチュここに眠る。何、これがキノピチュ。あの巨大な遺跡が今ここで眠りについているということか。へえ、そうなんだ、軽いなやっぱその立ち方違和感あるなおーおーおーおおおお、ちょっと待って、思っていたよりでかいな。何これ、絶対何かあるでしょ。あ、何今の。おおおい、今向こうに、今向こうに不気味な影が見えなかったか、気のせいか、そうなのか。待って、ここに来てまたホラー要素あんの。やめてくれよ、もういや、どうせそんな怖くないんじゃないかな。ねえ、ピーチ号と同じように、まあ雲出てきてちょっと気持ち悪いですよぐらいで終わるんじゃない。そうであってほしい。あー、びっくりしたこの野郎あー、もう、あー、もうやだ。ちょっと待ってよ、今コントローラー投げちゃったじゃねえかキノピオさん大丈夫ですか。お、顔がない、顔ハマるなえ、顔意外にぴったりだなキノピオ、気持ちはわかるけどさ。さあ、どんなトラップですか。叩いたら怒られる。何もない、そんなバカな。あ、ぶくちゃん、やばい、ちゃう、しゃべせ。だからよ、だからよ、お前らよ、お前らよ、引っ張ってやるけどよ。まずは1枚。この曲ならいけるかも。早速プレイしてみましょう。スリリングナイト。あ、結構いいじゃん。あ、ちょっと開いた。ノリノリやべえ、超ノリノリじゃん欲しかったのこのノリだぜ。ナイス DJ。 あれ、ちょ待てよ、
はあ、こんだけノリノリの曲なのにフロアに誰もいねえじゃん。なんでこんなに冷え切ってんの、意味わかんねえ。フロアが超満員でアゲゲにならないと俺っち驚きにならねえぜ。注文多いな。とりあえず曲には満足してもらいました。あとはフロアを超満員ですか、どうしよう。そうだ、顔なしキノピオたちにフロアで踊ってもらいましょう。ほほ、このディスクをセットしたポータブルプレイヤーがあれば顔なしたちを引き寄せられます。どういう力よ。顔なしは全部で40人くらいいるはずです。頼みましたよマリオさん。マジで、わお、40人くらい集まりましたね。これだければフロアは最高に盛り上がりますよ。それじゃあ早速踊ってもらいましょう。ダンスって、へいへい、それじゃあ行くぜ。DJ キノピオ with 顔なし featuring Mario! みんなでフロアをホットに沸かせてくれ！ Come on！ お？これすごいな。ほう！思いのほか踊るじゃねえか。敵のアクション。へい、いらっしゃい。どういうこと。俺っちのパンチを受けにわざわざ来てくれちゃったよ。オッケー。あ、なっけ。おお、ちょ、待って、ちょ。いった撃て。じゃあマルさん、穴。待って、一気にタイル減ったんだけど。ん、あれ何、お面かしら、どことなくマリオさんに、あ、開けられたやつか。似てますわね。っていうか穴されたマリオさんの顔が出てきましたわよ。あれを取れば体力が戻るってことだな。ちょっと待てよ。穴を開けられた破片はパンの後ろのグレーの柔らかい部分をハンマーで叩くと吐き出される。なるほどね。顔が戻りました。よし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 。あ、現体力増えんのか。ここはどう見たってまるで冷蔵庫じゃないか。ん？だー、よく見たらこの中に誰かいるぞ。ちょっと待て、この伝説の古代服は、まさかまさか、え？こんな形で会えるのか。ドア、これはまさかの伝説の古代人ピオ本人だ。え？手がかりどころか本人がいるなんて、すぐに助けなければ。火の鳥スザク。燃やせ。どうだ？あ、後ろの肉まで。ひっくりとも動かないぞ。まさかすでに。間に合わなかったか。寒すぎて体がカチコチに凍ってるのかも。もう一回火で焼いてみます。クレイジーなこと言うなよ。おう。よせよ。神は火か、違った。火器厳禁だぜ。おお、喋った。古代なまりがあるが、我々と同じ、ペラゴペラゴが通じるぞ。鉛か。俺の名はそう、キャプテンピョ。エターナルを超えてフリーズは解かれ、ここにフリーダムを手に入れた。個性的だな。古代人の研究でどうしても解明できなかった最大の謎があるのだ。それを本人に直接聞いてみる。私はこのために古代人を追っていたんだ。古代人キャプテンピョさん、朝食はパン派ですか、ご飯です派ですか。解明できそうなもんだけどな。コーンフレーク、まさかの3択目。くわ、パンでもご飯でもない、斜め上を行く答え。
さすが古代人、やはり我々の陣地を超えていた。なんかこいつらのやりとりについていけてないのは俺だけかな。ドクロジンマ、あー敵いるね。うわー不気味ですわ。しかもこのドクロってよく見たらまるでお顔みたいですわ。この島に何があるかは自分たちで確かめてみろ。まあ捜索してみますか。あ、ピオはついてこないんだ。なるほど。お、こんなところに出んのか。ん？で、どうすりゃいい？あ、なるほど。で、また。ん？調べる。極楽に来たければ、ダイヤ島で3つのオーブを手に入れよう。ダイヤ島で3つのオーブ。極楽、そんなわけわかんないところどこにあるか、もう知らないし。え？何？ん？扇風機？これもなんか前作にあったな、こういうアイテム。まさかこれで霧が晴れて？行くと。わあ、霧が全部なくなりました。すごい。あ、まさかこういうところで潜れるのかな。海に潜る。あ、違う。あ、そう、こうだ。行きます。あ、何かありそうだ。詳しく調査してみるか。潜れたが。おお、なんだこれ。あ、綺麗だね。傾けて周りを調べろ。なるほど。ほうほう、視点リセットで B で浮上か。何かあるぞ、アームを出せ。どれだ。あ、これか。アーム、よいしょ。で、掴む。引っ張る。あ、すげえこれ。傾けたりすごい操作してる。浮上。そしてオープン。お、包帯ハリボテクリボーのフィギュア。あ、ちょうど紙テープこっちに続いてんのか。あ、でまた埋まっちゃったな。で、ここだなぁ。あ、なんだこれ。え？あ？クジラ？ちょっと待って。ちょっと待って、俺、待ってみよう。体がゾワッとした。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。あのね、俺、ホラーと虫も苦手なんですけど、ああいうのもダメなんですよ。一応ね、調べてみたところ、あ、いた。深海恐怖症っていうみたいで、よっしゃ！よこせ！よく、サメの映画とかのポスターにある、暗い海の底から襲ってくる黒い影とか、ああいうのがね、ダメなんですよ。お、スペード島の樽のフィギュア。わあ、久しぶり、懐かしいですわ。ただいま？どういうこと？そうです。この部屋私が生まれたところ、は？え、まさかの展開。どういうことだ？私はここで折り紙が上手な兄上に折ってもらったんです。あ、そういうことなの？おかげで私には命が宿り、こうして動いたり喋ったりできるようになったんですわ。ここにもシールが。剥がす。よいしょ。あ、マリオさん、助けていただきありがとうございます。私はここで折り紙折りまくっている折り紙職人です。折り紙職人さん、もしかして兄上折りました？オリビア、まさかオリビアかい？
一体誰に追ってもらったの？オリーは一緒じゃないの？やっぱこいつか。はい、それが兄上は。私がオリーを追うと命が宿ると同時にいきなり怒り出して私を壁に閉じ込めたんです。あ、キノピオになんか恨みがあるって感じだったけども、なんか関係してんのかな？その後オリビアを完成させ折り紙に使う道具たちと一緒にここを出て行ったんでしょう。あ、だから紙テープを守ってる奴らも文房具なのか。そういうことか。折り紙職人さん、そもそもどうしてオリを折ろうと思ったの？私は折り紙祭りのメインを飾る出し物としてこの折り紙城を準備していたんです。そして城の主として折り紙の王子オリーと妹のオリビアを折るつもりでした。でも私の代わりに折り紙のオリーがオリビアを折っただなんて。私の職人技で生まれたオリーもまた命折りが使えるということか。この騒ぎの原因が私の命折りだなんて責任を感じます。オリビアはマリオさんとの旅で優しいだけじゃなくとても強くなったみたいだね。私は折り紙を折るくらいしかできないし、オリーのことは君に任せたよ。マリオさん、引き続きオリビアをよろしくお願いします。任しておけ。はい、それじゃあ行ってきます。